ましょうか。まだいい。じゃあ一旦全員セットしてください。ガッサー。まあ次のね、第3番のね、今日のレポートはもう、なんていうの、事実上すべてです。まあ別にプレッシャーかけるわけじゃないですけど、言いたいことはそんなにね、迷うことないと思うんですけど、まあ他の班は本当にとにかくそこやってないわけで、他の班が分かるまでちょっとやってもらおう。言いたいことははっきりしてるの。なんとかやるべきことははっきりしてるの。だけど、まあだからここの場合は今日のレポートの、まあ、根幹というか真ん中のところなんで、他の1、2、4番が完璧に伝わるまで、分かってなかったらちょっともう一回っていうのを、ね、他の方が伝わるまで。はい、はい、じゃあですね、さっきね、ニハンが温帯低気圧ってそもそも何なのっていうお題で3番のとこ結構半分ぐらいやってるんですよ。はい、で、まあ、僕は、ね、そこまで実は求めてなかったんですけど、逆に、もうちょっとね、この根本的なところを実はあまり、いや、まあ、そこは分かんないだろうっていう思ったのですけど、もう一回そこを言いたいんですよ。で、適当にはちょっとちっちゃい字で書きましたけど、5ページです。5ページ、4ページか。こんな総合やったんですけど、ね、低気圧うんぬんの前にですね、地球がこうボンとあったときに、とりあえず名前として熱帯はここだと、温帯はここだと、で極域、寒帯と、寒帯、極域って名前としては言うじゃないですか。
怒ってるねっていう場所は凡胎って呼びましょうかって言ってるんです。いろんな定義があります。例えば気温が何とか何とかとか、いろんな言い方あります。だけどこうそもそも何なの、大気っていうものに対してはそもそも本質的には何がしたいのっていう話なんです。もともとはこの格差から生まれてるわけです。で結果的に僕らは勝手にここに温帯の名前を付けたり、寒帯の名前を、貧しい人に寒帯の名前を付けたりしてますけど、このことでしょ。で低気圧っていうのは最初はそもそも何なのって言った時に、まあ、チャプチャプだって言ったじゃないですか。これは別にどこでも起こりますよ、北海道。これちょっと揺らせば別に熱帯だってこうなるし、ちょっと揺らせば寒帯だってこうなるわけです。これどこでも起こるんですよ。この低気圧は別にどこでも起こるでしょ。でもこのやり取りをしてるところでできる低気圧はなんかちょっと他でできる低気圧と話が違うんじゃないのということなんです。だから名前つけて分けましょうか。そもそもでその先がさっきもいろいろ構造を説明してくれましたけど、そもそもこういうところで生まれた低気圧なんだから、さっき言ったみたいな構造がどうしてもできちゃうんです結局。だからあの説明はものすごくまとまっていい説明なんですけど、もっと大元だとしたら結局こうでしょ。これのやり取りをしているところでできた低気圧なんでしょ。じゃあまずこの最初は停滞前線なのかを寒冷前線なのか知りませんけど、この境界があることは絶対間違いないじゃないですか。温帯低気圧と言った時点でこれ決まり、もともとそういうふうに予防として決めたんだ、こんな名前。でその先からの構造だったんですよ。でその構造を持った時点で生まれ生まれた時と生まれた時と、やんちゃな時と、ご老体で起こること変わるよねって話をしてほしい。レポートではやりやることです。このたった一枚の画期的な研究ですけど、これの中にそれを全てが詰まってます。本当に。で、第4番はその結局、じゃあ実際レポートどう書けばいいかのやり方を言いますけど、そもそもそのストーリーの大元はここですよっていうのを今日これから3番がまとめてくれるって話です。じゃあちょっと。この振りで良かったか悪かったか分かりませんけど、3番いきましょう。3番でしょ。いいよ。面接じゃないから。
カッキーです。はい、この2人はあんまり仲良くありません。なんか悪い正面からぶつかるとお互いをし合って、はい、動かない状態になります。なるほど。で、それが年下にシャツの色でいい感じだね。はい。
なるほど。別に話さなくて、どん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 上から。はい、じゃあ3番ありがとうございます。いや、すぐるよかったね。すぐるでかかとだったんだ、あの前線キーパー。これは分かりやすい。いや、本当にいいシャンプーですよね。今日そのために来てきたんですか。本当はですね、本当はこのテキストの
10分でスパッといきます。はい、じゃあ行きましょう。4番ルーズです。はい、お願いします。なるほど、なるほど、そこからね、はい、大事なこと。まず皆さんのお手元にあるこれなんですが、これはこのデータが載ってないこの原本としてまず売っていて、この茶色い紙が売っていて、うんうん、でそれを一から投稿していくというのが多分だと思うんですけど、で今は時代の流れとともになくなっているんですが、その気象通報というのがNHK ラジオで1日3回それを貸し出って、うん、今使いしたいんですけど、はい、で山に登る人とか、あと航海に出る人はその天気が危ういなって多分その命に関わることなので思っていて、でそれを自分で聞いて、そのいちいちこう天気の希望とか、あと風向き の希望とかを全て覚えて、でそのラジオでどこどこの今気圧はどのくらいで天気はこうでっていうのを情報がガーッとアナウンサーが上げていくのを聞いて、うん、それをいちいちプロットしていくっていうのが多分、なるほどですね、はい、で今はその気象スマホもあるし、まあ、情報社会なのでそのあんまりこういうのが機械というのはないと思うんですけれども、はい、ないと思うんですけれども、で天気予報っていうのはその一般的にその連続した2日間の天気図を用意して、うん、でその次の日の天気に影響を与える高気圧とか低気圧を探して持っていくっていうのが大まかな流れになって、でその前日からその今日までの移動距離から次の日の高気圧とか低気圧を予想していくというのが流れになっています。すごいいい説明だな。はい、なのでそのまあ、このデジタルと、デジタルじゃないアナログなこの書き方というのを今から説明していきたいと思います。はいはい、いいですね、素晴らしいです。まあで、はい、でそのプロットするときに、ただ点じゃ、うん、まあ、その場所がどうなってるのかってよく分かんないから、うん、じゃあそれを、まあ、電気を記号で丸いや表そうっていうので、まあ、この資料にもある、まあ、左下に書いてありますね、電気記号、こいつを使ってプロットしていこうじゃないですか。でそのついでに電気も分かるし、風向きも分かるし、風の強さも分かるようにしたら便利じゃないかということで、うん、この記号を作りました。なるほど。で、風力。で、その時に風力をこの点からちょっと飛び出てるじゃないですか。なんかこう、電線みたいな、なんかよく分かんない。まあ、それを使ったらしいんですけど、ちょっとそれの説明を。はい。風速でいうと 0.3 から 1.5 メートルで、まあ、煙がちょっと
はい、まあ、今風力と話をしていただきました。まあ、これで風力は何ぞやというのを分かっていただけたと思います、うん、でここでこの地図の北京のところを見ていただきたい。北京わかりますか？中国にあるんですけど、はい、北京を、はい、こいつを例にちょっと今から天気図を表したこのモノマネをしてみて、モノマネ今まで硬い感じだったんで、はい、ここで一気に一回触れたいものが取りたい
Thank you.
で聞きますけど、もう正直20ヘッドパスカル書いててわけわかんねえなって思った人はどれぐらいの？はい、いいですよ。で、4番は、まあ、今からこれ説明してくれるわけですけど、今この現状ね、まあ、多少分かってる人もいますけど、大半がまだちょっとわけわかんねえなと思って、説明は間違ってないんですけど、実際にやってみるとよくわかんないんです。で、それを全員手が上がらないようにしたいんです、目的は。そうですね、自分も含めてですけど、はい、自分はもうできてますよね、はい、でそれを他の今15人ぐらいまだわけわかんないんで、それがこう、あ、みんな、あ、なるほどね、できます、これでできますなるようにしてほしい、それが目的です。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ始めます。はい、最初にこの気圧の線っていうのは、うん、テキストにあったんですけど、地図の等高線を例にして、同じ気圧のところを結んだものっていう感じにして、なるほど、説明してました。うん、でそれを元に、今やってるわけですけど、はい、普通の楽な書き方として、はい、一番高いところ、例えば28とか、うん、あとは、この間25、うん、とあとは一番低いところに注目する、13とか、うん、11とか中に8とか4とか、そこに注目してやってくる。で、なんで注目するかっていうと、等高線をイメージして、うん、山と一番高いところ、山と一番低いところ、うん、まあ、一番低いところのところを基準に、そこからだんだん層を作って考えてた方が、うんうん、どう考えても書きやすい、うん、で特に16とか20とかっていう、まあ、いわゆる地図でいうと平地の部分っていうのは、うん、よくあるから、うん、絶対に紛らわしくなるから、はい、必ず最後にやらなくちゃ本当にいいです、うん、そういうところから始めるので、まずは高いところから説明していきましょう、はい、まあ、適当に高いからこれ僕たちが見られてて、20はいいの？今みんなが20書いてもらったんでしょ。20は紛らわしいから一番最後に。最後、はい、絶対。じゃあ、あの、かけてなくて当然なわけ。そんな最初からやるんじゃない。あ、やる。あ、そうか。そうか。あいつ。なんだ、そういうことか。はい、ここを1028としてさっき4つ作る、うんうん、1028の線を作ると。で、あともう一個高いところはここで、ここが一番山が高くて1個低い4の倍数のところは、まあ、ここに合わせて1028になります、うんうん、なるほど。で、してって次に低いところ、1024、うん、24あるかなっつって、まあ、ここら辺にありますね。上海のところがあって、他はみんな19とか18とか、低いから、まあ、じゃあ、こんな感じかなって。
内側に囲まないと足よね。で次低いのが1016。ここ。それじゃあこのここの山はここまでで。うんうん。この次ここが低くなってる。はい。でどうするかっていうと。はい。一番下を決めて入れてみると、うん、16、14、18、18の倍、12、12、12、下を決めると、うん、ここら辺に1本引ける。なるほど、こっちはどっちでもう1本12なの。12、16がもう1本あるってことね。なるほど、そうだね、そういうことだ。なるほどね、はいはいはい、そこ分かりにくい、確かに。そうか、うん、なるほど。で、この17は、こちら側と口側に含めたい。うん、刻みでやってたら、もし引っ越したらこうなったら。なるほどね、はい、はい、うん、はい、でこれで、うん、16の外側は OK。 はい、なるほど、はいはい。
はいはい、なんかあの結構分かりにくかったと思うんですけど、うんうん、ここ16段のコンサートで、はい、次に何を引くかって内側に低気圧があるから、うん、次の内側の12を引くときに、はいはい、12を引くところと16の間に、うん、なんだ13、14、15、16が入るように引く。次20を引くときにはその20を引いた線と16の間に17、18、19、20とかが来るように引かないと、例えばここだったら28を引いたところの24との内側のところに24が来てたりとか、なるほど、これ16、これ16でこれ20だけど、うん、その間に18があるとか、うん、それはみ出しちゃうとわけわかんなくなっちゃうから、うん、それを考えて、例えばここで線16が点来てて、うん、はい、こっち側が低気圧になってるから、こっちの線16より外側は20とか27とかより高いはずなのに、はい、ここに16があるっていうのは、はい、もう一方ここに16が線があるっていう、なるほどね、あー、なるほど、表したりとか、そういうふうに考えて、なるほど、考え方だね、ルールじゃなくて、そこは考え方ですね、はい、じゃないか、なるほど、はい、見出したら変わってくる、はい、なんか大体ここまで書いてくれると思わなかったんですけど、うん、いい感じですね、はい、はい、じゃ あの聞いてる方はどうですか、 聞きたいことありますか、右上の気圧で、あのもう大丈夫です、俺のレポート、私のレポートは大丈夫そうですっていう人ってある、まだちょっと不安だという人は手挙げてください。もういないですか？大丈夫ですか？あ、じゃあ4番の目的はじゃあ達成します。はい、じゃあありがとうございます。いいですよ。
こういうのなしね。直線で書いてくださいね。はい。んで、もう一つですね、まあ、こういう不自然な凸凹はないよと。で、地形との方向路線と基本は一緒だよっていうのは言ってくれたと思いますけど、あのイメージでいくとですね、ルール3、似てることは似たようなことですけど、お隣の等高線というのは大体平行であってほしいわけですよ。ね、はい、そんなルール3というか、ルールっていうか、それはそうだよね。で、もし自分が引いてですね、急に広がってるのはこれ不自然だなと思ったら、多分もうちょっと考えた方がいい。で、どっかに必ずヒントがあるんで、あ、そうならない方がいい、こっちの方がいいんじゃないかっていうルートを探せるようなヒントが必ずその地図の中にあります、数字として。はい。まあだからこれルールは3つですね。で、このルールは言われなくてもなんとなく入ってくるとは思うんですけど、このルールだけでは実は書けないんです。まあ、重要なので、なぜかこっちに書くとはい、こうやるんです。
あります？これ10なんでしょ？これ16なんでしょ？これは分かってる。もう分かってる。12がどこにあるんですか？12どこですか？1、2だ。これ10人でしょと。で、自分で1ずつの階段を作って6等分してね、あ、ここ12があるんだと観測者の自分で勝手に足すんですよ。わかります？ここに11があるんだったら5等分ですね。あ、ここは12だと自分で足せば、あ、こうだと引けるじゃないですか。わかります？でこれを、まあ、あの別にこの言葉はね、知ってても知らなくてもいいんですけど、2つの分かってることがあります。でその内側に値を挿入するのを内挿って言う。習ったことある？あれ、内挿って。はい。でこれ使えばその定義圧の内側の方の話っていうのは、あの8、次が8ですね、8の次が4ですねっていうのは、あのヒントはたくさん詰まってますよね。10でも11でもいっぱいあるはずですから、数いっぱいあればあるほど、これはこれを駆使したら12はいくらでも作れますよね。わかります？だから絶対きれいに引けるんですよ、ちょうど12がなくても。わかるね？ヒントたくさんある。はい。で、じゃあ日本の周りのあたりはすぐ引けそうなんですよ、これさえ知ってれば。で次に問題なのは、太平洋の方ってスカスカじゃないですか。ヒントがないんですよ。だからふわっとなんとなく今書いてると思いますけど、ふわっとしか書けないんです。確実にここを通ってるってなかなか確証も出ないんです。だから内装じゃクリアできないんですよ。太平洋はですね、ここ16ですね。で、21番とか21はあるから、まあ、ここも内装ですね。20はこの辺かなとかって、これは内装でいけますけど、次に24どうするのと。ちょうど24が、まあ、ありゃそこは通ればいいんですけど、123、いくつだ、4ついるね。はい、はい、階段の数、ここは5つですね。で21から16までって5段必要ですね。で5等分するってことは、この階段の幅が決まるんですよ。分かります？でこの幅をそのまま外側にも持ってくればいいじゃないですか。で好きなだけ上がっていくんですよ、自分で、自分の力。そしたら行きたいところまで行って、あ、24ここだなと自分で作るんですよ。これ外装です。で外装と内装って聞いたことある人います？初めて聞きました。初めてですか？多分ね、数学で一度やってるはずなんですけど、あのね、普段ほとんど使わないです。使わないんですけど、感覚的にはみんな知ってるんです。そんな言葉で覚えてなくて、感覚的にはみんな分かってるから、なんとなく今そこにかけてるんですけど、本当にここしか通る場所ないよねっていうところに本当に決めたかった、あの絞り込んでいくにはこういうふうにやるんだよって話ね。今ふわっとしてるのは大体合ってると思いますけど、もう一回鉛筆で消して書き直してみてください。ここだ、あ、やっぱこっちじゃ、もうちょっとこっちじゃないかな。はい。それで大体あの感じにはなると思いますけどね。
そんなにかっちり定規とか。